そのあたりも注目してご覧いただければと思います。うまく合わせました。藤井のバッティングは左中間を破りました。三塁を迎えます。この中継はどうでしょう。三塁打になりました。いきなり立ち上がりの久保を捉えました。バッティングそのものの幕張りだったんですが、3まで行きましたね。そうですね、もう迷いなかったですね。まあ、走ってるとき自分の目の前で、ね、見えますからね、はい、というのは思いっきりのいい走塁でしたね、はい、でしたね。レフトが筒子、そしてベイスターズセンターは梶谷なんですが、まあ、ベイスターズ側としては何の中継のミスも何もないですからね。これはもう打った方が、打った方が出るですから、はい、足とね、はい、それ決めるしかないですよね。1点を追加しました。2点のリード、藤井のタイムリーです。シングルヒットとエラーはライトって、キャッチャーに聞いたんですか。あ、ワンヒットワンエラー。佐々木さん、やっぱこれは止めきれなかったということについてのそうでしょうね、キャッチャーのエラーというね、はい、公式記録。まあでも今の甘いボールですけど、一応見て同じようなボールですよね。あ、なるほど、はい、サンベルが打った時のようなそうですね、変化球ですね、はい、ちょっと曇らしからのというか高めに浮いて先頭打者出塁しました。ベイスターズ5回の裏だったんですけれども得点がありません。5回が終わってご覧のように6対3です。先頭打者ですね。田村としてはこの残念な表情わかります。好きなかったですけどね、捉えてますけどね。完全にヒット1本損しました。ここ今日のゲーム力ない打球ですが、これがゲーム、おっと横をついた。一生懸命前進して藤井が取りました。